はい、こんにちは。今日もですね、文房具シリーズ、はい、こちらバッグをご紹介いたします。はい、マッハッタンパッセージというですね、メーカーのブランドのですね、ポータブルインナーバッグ A4 横型のご紹介です。品番は IB の A4201 となります。色はね、グレーです。はい、こちらですね、特徴なのは、いろいろ書いてありますけれども、非常にですね、収納をすっきり整理して忘れ物を防止できるということで、使い勝手に差がつく機能的なポケットということで、いろんなポケットがついたですね、まあ、ちょっと前から流行っているインナーバッグというものになります。はい、これ購入した理由はですね、まあ、私仕事でですね、いろいろと、まあ、オフィスの中をですね、歩いて動いたりするということが多くありまして、その際にですね、資料とかですね、携帯電話、iPad とかいうですね、ものをむき出しで運んでいるので、なんかいいのないかなということで、今まで100均のケース使ってたんですけど、すぐ壊れたりということで、こういったものを買ってみました。はい、ではですね、ちょっと外観から見ていきましょう。素材はですね、このようにですね、まあ、ナイロン製ですね、なってます。はい、ポーターのような感じとはちょっとまた違うんですけれども、はい、こんな素材です。はい、表面は至ってシンプルで、ポケットと何もありません。はい、そしてこちらファスナーがですね、2面はい、1、2の2面タイプのファスナーになります。はい、開けた状態です。こちら縦型も売ってます。縦型の場合はですね、こう開きますね。なのでここがこう、まあ、この部分がですね、こうなっている形になりますので、まあ、私は横の方が使いやすいかなと思って購入しました。はい、中身はこのようになっております。はい、こちらメッシュ式のですね、ファスナーついたポケットがちょっと浅いんですけれども、ついてまして、そして、こちら2段式の、はい、ポケットがですね、4個と、こちらにペンを刺すところはついてます。そしてもう少し広めのポケットがついております。以上となります。非常にですね、軽くて、ちょっとクッションもこちらついてますので、まあ、これ MacBook 入るかな、入りそうですかね。ちょうど MacBook 13.3 インチぐらいの大きさだと思います。はい、ではですね、ちょっと私入れたいものが全部入るかどうか入れてみたいと思います。普段持ち歩いてるものね、1個ずつ入れていきたいと思います。まずはですね、はい、名刺入れ、はい、入れました。そして次に、まあ、小さい小物財布、まあ、こういったものを持ち歩いてます。はい、入りました。そして次に、まあ、ペンですね。はい、こういった A4 のファイルです。入りました。はい、まあ、大きさ的にはこうですね。クリアファイル、そのまますっぽり入ります。さあ、だんだん入ってきました。次にですね、はい、こちら iPad mini です。はい、メッシュのとこにね、 iPad mini 無理くりです。ギリ、超ギリ、はい、入りましたね。はい、このような感じです。はい、次に私の使っているノートですね。これめちゃくちゃ使いやすいんですよ。まあ、今度紹介しますけれども、まあ、こんな風にですね、ファスナーがついていてですね、まあ、こういう風にね、ロディア入るんですよ。こういうタイプと、はい、このノートタイプね、差し込むことができます。はい、入りました。そして、携帯電話。はい、これ、ちょっとボロボロ。ギャラクシーノート2ですね。結構でかいんです。入るかな。はい、一番広いポケットにね、ちょうど入りました。ギャラクシーノート2がちょうど入りました。ここですね、ここに入ってます。はい、最後、まあ、こういったミニタオルですね。はい、普通に取っ手がついてるのでね、こう持つこともできますし、クラッチバッグみたいにね、こう、はい、こうやって持つこともできます。まあ、こんだけ入れば十分なんじゃないでしょうかね。はい、ちょっとしたビジネスバッグにもなるかと思います。はい、ということで、ビジネスね、必要なもの一通りこう詰め込んで入ります。ちょっと資料もう少し多くしたい方はね、ちょっとこのノートがね、分厚いのもあるんでね、はい、こういったものを少し抜くなりしてね、
対応できるかと思います。はい、あとはですね、まあ、こういった使っているようなねビジネスバッグにですね、入れてやればね、非常に、はい、このような感じでバッグの中に入れてあると、はい、スポッと入ってですね、まあ、非常に見た目もよく、して取り出したいときもさっと取り出せる、そしてこれだけさっと取り出せるということで、まあ、使い勝手良さそうです。はい、気になるお値段はですね、税抜き4700円と、このインナーバッグにしては結構な値段します。そもそもマッハッタンパッセージっていうのはね、結構高い感じがしますけれども、はい、ということで今日はですね、インナーバッグ、マッハッタンパッセージのインナーバッグをご紹介しました。このようにですね、スリムに収納できるグッズいろいろ売ってますので、文房具屋とかですね、東急ハンズ等を見てお気に入りのものを探してはいかがでしょうか。はい、どうもありがとうございます。